Thank you.
Thank you.
ถ้าผู้นี้เจรจาโดยที่ไม่ต้องทำลายถ้าผู้นี้เกิดความสงสารในการทำงานงานนั้นโดยที่บางชาติทำงานในการทำงานให้ไฟแดง25น้ำเงิน23ครึ่งผู้ประกอบในการทำงานในการทำงานทั้งหมดให้ไฟแดง25น้ำเงิน23ครึ่งไฟแดง25น้ำเงิน23คู่พนักงานตัดสินใจนะครับพนักงานตัดสินใจนะครับและเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ไฟแดงซึ่งสามารถเข้าไปทำแต่งตรงนี้ได้เพราะเขาเรียนเชิญท่านครูตรีตลอดทุกวันนาสนามเมืองตรีตรีทุกท่านทั้งหมดทั้งแรงทั้งที่ไม่เคยได้ยินให้กับอิสลามสักทีเลยนะคุณนับประมูลตรงนี้นะครับさて解説にはマーシャルアーツ日本キックボクシング連盟の山木俊弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山木さんは17歳の時にタイに渡りまして、そのムエタイの魅力に取りつかれました。さあ、選手たちの素晴らしいメンバーが集まりました。ルンピニージュニアライト級6位のブンチャイ・トゥ・トワノーン選手が入場。タイのファンも大勢本国から詰めかけております。そしてこれがラモンデッカー。初来日です。オランダからやってまいりました強豪です。山木さん、はい、素晴らしい顔合わせになりましたね。そうですね。ラモン・デッカーです。まだ見ぬ強豪、ついに夢の初来日であります。こちらがブーンチャイです。百戦して80勝 20KO の戦績を誇っております。そしてラモン・デッカー49戦して40勝 25KO8 敗、172cm、62kg です。さあ、おなじみのワイクーが始まりました。いわゆる山木さん、これは、はい、神への、まあ、儀式といいますかね。そうですね、はい。まあ、各選手によりましていろいろ目的が違うと思うんですが、いろんな人に対しての感謝の気持ちとか、またはその神経、的なもの集中ですね。なるほど、うん、自分をこうインスパイアしていくわけです ね、 ですね。今文言を取りました。ラモンデッカー対ブンチャイ。さあ、第一ラウンドが今始まりました。左がラモンデッカー、黒いトランクス、背中白いトランクス、今ミドルを払っていきましたブンチャイです。ラモンデッカーはヨーロッパフェザー級チャンピオンを経まして、現在世界ムエタイ連盟のライト級のチャンピオン、ルンピニーのジュニアライト級の10位にもランクされている強い選手です。このオランダの選手がルンピニーのランキングに乗るというのは大変なことですね。そうですね、うん、しかしブンチャイもローからミドルを飛ばしていきます。タイではこのデッカーが、まあ、外人選手の中では一番人気のある選手。そうです。珍しい現象ですよね。そうですね、まあ、いろんな外国選手がタイの国技ムエタイに挑戦してるんですが、まあ、現在ではタイのムエタイの一番の恐怖の的になっている選手です。あ、そうですか。中量級では世界最強とも言われています。背中
ラモンデッカ膝を飛ばしていく。このブンチャイとしては対ラモンデッカ、あ、今エルボー肘が行きました。どういう作戦が考えられますか。そうですね、はい、基本的にブンチャイという選手はパンチ、蹴り、肘、膝、オールラウンドプレイヤーの本当に明太スタイルの選手なので、やはりその膝を武器にして、コンビネーションで今肘きましたね。そうです、肘とか蹴りとかそういう形で、はい、攻めていくと思います。リーチでラモンデッカーが勝っておりますので、この辺り接近戦で活動を出したい。そうです、まあ、それが明太流の戦い方になりますね。さあ体を入れ替えて距離を取ろうというラモンデッカーです。今右の背を飛ばしました。デッカーのパンチどこで出るか。あ、今ワンツーを出した。今度はブンチャー、デッカーのパンチちょっと落とした。一気かせに攻めるか。巧妙にロープを刺して体を預けました。そして膝、相当これ強烈な膝ですね。そうですね、デッカーのアッパーブロー、あのアッパー注意じゃないですか。そうですね、ブンチャー選手は接近戦でどうしても膝に持っていこうということで、首をつかみに来ますんで、その時のそのカウンターで、アッパーを合わせるということですね。出るところですね。そうです、ボクシングはやっぱりガードが随分高さが違いますね。そうです、蹴りがありますからね、うん、体を入れ替える。ブンチャー体の大きさで前進する、そんな感じのデッカーです。ボディブローパンチの力が非常にいいですね。そうですね、左右のフックを主体として、はい、それからアッパーですね。14歳でボクシングのアマチュアの経験もありますデッカー、今大きく手を広げた。ブンチャイも今コーナーに戻ります。ラモンデッカーです。1969年オランダのブレーダ出身です。ルンピニーのジュニアライト級チャンピオンイサラ・サックグリーンとも対戦しまして、その戦いぶりが認められて、ランキング入りも果たしております。オランダの藤原、あー、タイらしい今のね、垂れ幕が見えました、うん、何ぐらいこのタイのお客様は今日は来てるんですか。そうですね、200人以上、あ、そうですか、今日は見えてるようです。いや、このブンチャイがキックを出しますと大声援がね、そうですね。それからまあ山木さん、セコンドのウルサーとフロントキック、どうです、攻撃の出花をくじく前蹴り、非常に有効的だと思います。戻ってきました。これはパンチを打つデッカーにとりましては距離を取るという意味で。そうですね、ならばミドルを打っていく。ブンチャイ、ブンチャイのミドルどうですか。素晴らしいですね、非常にコンパクトにまとまって、ラモンデッカーの持ち味でありますパンチをですね、はい、カウンターで、蹴りを合わせて、非常に有効的だと思います、はい、背中黒いトランクスが左に変わりました。ラモンデッカー、ルンピニーのジュニアライト級チャンピオンのソー・ウラピンを1ラウンド KO という、そういう驚くべき快挙もやってのけております。世界でも人気が出るわけですよね。そうですね、はい、1分が経過しました。2ラウンド、どうでしょう、明太の場合ですと、おっと右のミドル、あっとこれはちょっと苦笑いをしております。ラモンデッカー、 1,2 ラウンドこれだけ積極的に明太選手が攻めるというのも、このブンチャイ珍しいんじゃないですか。そうですね、今現在ラモンデッカーに、ラモンデッカーと対戦できる明太の選手っていうのは限られてるんで、そういうのも、ラモンデッカーを倒すということで非常にその体力の人気っていうのもかなりアップすると思いますので、この辺気合い入れて初回から飛ばしてますね。そういえばこのデッカーも誰でしたっけ、スーパーレックセン、鼻血をもう顔面も血に染めながら、あっとからパンチした。非常にファイティングスピリットがね、ある選手です、はい、さあ、うつぶる、右、強烈な右であります。オリブロ、ブンチャイ膝、体を歩く、エゴ、右の膝、そして左の膝、日本の選手とこの膝の力はどこが違います。そうですね、対人の膝の、ちょっと待って、デッカーのパンチ、右左、お、右の返す、はい、
まあ、その対人の場合は状況に応じてどのような角度からでも膝を入れることができますので、その辺が日本人と違うと思います。やっぱり一つも二つも違います。そうですね、こういう両選手はやっぱり入った、あとはパンチ左から右連打、危ない、ブンチャー危ない、コーナーに詰まった、ミラパ左に右の返す、しかしブンチャーもすぐ返しますね。そうです、ジル選手です、見応えがあります。ジル第2ラウンドほとんど時間がありません。なんと最後これが大負けです。ブンチャーのファイティングスピリットを見せました。素晴らしいですね。さあ、それでは第2ラウンドの攻防をご覧いただきましょう。レッカーのフロントキックです。山木さんに解説お願いします。はい、出花奥軸前蹴りですね、非常に有効的です。吹っ飛んじゃうんですね、ランカーがですよ。そして今度はブンチャイか、このフロントキックを捉えた、そうです、ローを返す、ダブルですね、ダブルいきました。同じでは組みません、ブンチャイ。そして今度はデンカーのパンチです。重みがありますね。そうですね、左右のフックからアッパーもしくは肘、はい、そして左のボディーブローですか。このたくましい上半身、幾多のムエタイの強豪を沈めてまいりました。このチャンパンチ、今日本で見られるわけであります。大丈夫ですね。本当ですね。さあ、第3ラウンドが始まりました。本番ムエタイですと、あ、またフロントキック出ました。この辺りからこのなんていうんですか、ルンピニスタジアムがガーンと盛り上がってくるんですね。向こうではこの賭けをやってるんですね。そうです、どんな雰囲気なんですか。いや、これはもう賭けをやる方も必死で、やってますんで、お金がかかってますからね。今のお嬢さんなんかはやっぱり日本ですから、こうのんびりと、あら、いい男って感じで見てましたから、これが大陣営です。両選手かなり顔が好調してきました。やはり的確な攻撃がそれぞれ当たっている勝負です。さあ、デッカーのパンチだ。第1ラウンドの再現か、膝を返します。まあ、日本選手ですと、このムエタイ選手と戦うと、この第3ラウンドあたりぐらいでかなりスタミナを消耗するんですが、デッカーの場合どうですか。そうですね、波の外国選手でしたらもうこの辺でかなり、参ってしまうと思うんですが、ですよね、基礎体力は素晴らしいですね。オランダ舞台の切り込み隊長、ラモン・デッカーです。道の強豪、肘を飛ばしましたがミドルを返します。ブンチャイ、このコーナーの四方にはこのオランダの、失礼、ムエタイの広告が、ね、今ちらっと見えました、画面右端、あ、また見えました。タイ国へ生中継されております。タイのスポンサーの報告です。さあ、またデッカーがパンチを集める。ちょっとレフィーを切ったか。第1ラウンドの終了間際目を切ったんですが、どうでしょうか。ブンチャイ、体を入れ替え、ロープを掴むと反則です。レフリーも、そしてジャッジの山木さん、この本番よろしく、全部このムエタイのね、おなじみの、本当におなじみの皆さんです。今第3ラウンドが終了しました。山木さん、この左ミドルというのがムエタイの基本だと言われてますが、どの辺に由縁があるんですか。そうですね、相手の、はい、まあ、スタミナなくすことと、はい、あと得意のデッカーの右のパンチですね、はい、これに対してのディフェンス。あ、表情どうです、両選手見て。そうですね、ブンチャイかなり、はい、苦しい、顔してますね。あ、そうですか。ラウンドガールが花を添えまして、今第4ラウンドが作られました。ロングです。前蹴りから入ります。ラモンデッカー、21歳です。ブンチャイは24、ウンプリージニアライト級6位。膝が飛びます。あ、綺麗な女性がいます。タイの女性って魅力的ですね。そうですね、
山木さんもこのムンクリンスタジアムで顔でありまして、まあ、日本の全権としてこのドリームマッチの実現に交渉に当たられた尽力されたわけですが、もう山木さんあたりが言いますとリングサイドでこのビールがサービスされまして試合を見るということに相なるわけでありますが、さあ第4ラウンド、ここまでのポイントはどうでしょうかね。山木さん、そうですね、まあ、タイマーを向いたルールでやってますから、はい、文ちゃんの蹴り、そして膝ですね、これ非常に有効的なポイントとなっていると思います。はい、ムエタイルールというのはこの蹴りにポイントを置きますね。そうですね、蹴りと膝ですね、これ非常にポイントが高いんです。このデッカーにとりましてはパンチを当ててはいるんですが、これはムエタイルールですと、そうですね、どうなるかまだ分かりませんね。デッカーにしてみればやはりその一つダウンが欲しいところですよね。あ、なるほど。でも当然頭に入ってるでしょうね。そうです。はい、ロンドキックで前を取る、パンチを打つ蹴るでしょうか。さあどうだ、ヘッドドミ、これはちょっとこのフックは怖いんです。接近したのは膝、ブンチャイの 1-2-3 ラウンドで完全にデッカーのこの癖を読み取ったようですね。そうですね、これ第4ラウンド終了です。どうやら勝負は5ラウンドを山崎さん取った方という感じじゃないですか。そうですね、はい、微妙な判定に持ち込まれそうです。さあブンチャイの表情、そしてデッカーの表情です。さあ膝合戦です。山崎さんお願いします。そうですね、デッカーもですね、タイの一級選手とかなり激戦を交えてますんで、膝に対するディフェンスですか、はい、これをかなりいいものにしていると思います。そうですね、5月に来日の強豪南本に1勝1敗、あのスーパーレッグから KO するほどのダウンを奪いました。実績があります。で今年の、はい、今年の5月には現役のルビーのチャンピオンのチェリーを、そうでしたね、一覧の系をしてますんで、かなり自信を持って、対戦士と対戦すると思います。さあダウンが欲しいという、まあ、ムエタイルール、ダモンデッカーどうでしょうか。右の、はい、スーッという感じで伸びます。本当に直線的に来ますね。そうですね、はい、嬉しいです。かろうじてバックステップ、クリーンヒットは免れましたが、逆にダモンデッカーも背後を返す、そして後のパンチのフォローダブルでいきました。日本のキックボクサーに聞きましたら、このタイの蹴りというのはハイキックの場合、足の膝のあたりからスーッときて、肩のあたりからひねりを持ってバーンとくると言いますけど、そうですね、まさにそのしなるっていう、ムチムチのようなという、そうです、はい、ミドルなんかのもらって、腕を骨折したね、日本キックボクサーもいますしね。そうですね、強烈な蹴り、そして膝、国旗を小旗を振っての応援です。ロープを背にしながらこうカウンターで膝を打つというのが一つの独特の動きですね。そうですね、ブンチャイコーナーに詰める、体を入れ替えてパンチに持ってきたい、ボディワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、パンチを集める、デッカーチャンスか、ミドルを返した、もう一回下がりながらのパンチ、これはどうでしょうか。フロントキックで前を取る、ロープを背負ったブンチャイ、この気持ちわかります。もう口をあんぐりしてみます。タイの4台、しかし本国からね来るんですからな、変な人気ですよね。ムエタイ選手も膝を返します。セコンドはカミツさんばかり、ワン、ツー、スリー、ブンチャイ渾身のミドル、どっちが勝利をつかむんでしょうか、分かりません。微妙な人気に持ち込まれそうです。パンチを打たれてますが、ブンチャイも返してますからね。そうですね、デッカーの表情がかなり険しくなってきた、顔面が腫れ上がっている、かなり膝、そしてパンチをもらっています、明らかにもらっています。前へ出ます、誘っている感じのブンチャイ、ワン、ツー、スリー、フォ
最後はボディ、前へ出るグンチェ、負けていません。オランダの回の烈突、しかし山木さん、オランダ選手も力つけてきましたね。そうですね、レギュラー払い、そしてパンチ、グンチェ払い、最後アンドローを返したところで両選手ご覧の古い戦いが終わりました。ベッカーが早くも勝利のポーズ。しかしこれは当たりませんよ。そうですね、ベッカールールですと。どうなりますか、山木さんはどう見ます。そうですね、ベッカーの素晴らしいファイト、これがどう評価されるかです。そうですね、日本ですとこれは完全にベッカーの勝ちですね。そうですね、ムエタイですと、ま、この蹴りのポイントが高い。ああ、やはりブンチャイが勝負です。山木さん、これはやはり蹴りのポイントが認められたということでしょうか。そうですね、ムエタイルールからいきますと、やはり膝が非常にあのポイントが高いんで、はい、その辺が評価されたんだと思います。しかしブンチャイのこの表情もご覧ください、苦戦がね、はい、そうですね、伝わってきます。いや、しかし激しい戦いでした。実はこの試合なんですけれども、ファンがですね、ちょっとブーイング、まあ、つまり日本のルールですと、今のですとベッカーの勝ちということなんですが、そういうファンの気持ちを組みまして、マシラス日本キックボクシング連盟代表越川さんが、会と交渉、まあ、会側も気持ちよく、まあ、最初に応じるということになりました。しかしこのベッカーの実力というのはファンを魅了しましたね。そうですね、はい、素晴らしいファイトです。まあ、本人もぜひリターンマッチをやりたいこの辺に言っています。リターンマッチが楽しみですね。そうです、また素晴らしい試合を期待したいと思います。ラモンデッカー対センチアンノイシスラポン、画面左がラモンデッカー、こちらがセンチアンノイであります。ラモンデッカーは世界ムエタイ連盟ライトウェルター級チャンピオン、センチアンノイはルンピニージュニアライト級5位、そして元ラジャランランジュニアライト級チャンピオンであります。さあ、まだ見ぬ強豪が夢の来日を果たしてくれました。超大物センチアンノイのこれからワイクが始まります。文字通りタイとオランダのトップ対決になりました。このセンチアンノイですが、元ラジラムランジュニアライト級チャンピオンのセンチアンノイ、今年に入りましてからはルンピニーでルンピニージュニアライト級チャンピオン、1月でしたチャーリーに KO 勝ち、そして2月に今度はルンピニージュニアフェザー級チャンピオンのスーパーレックに勝ち、来日前絶好調なところを見せております。まあ、文字通り統一チャンピオンと申し上げても過言ではないでしょう。桁外れの実力者、今タイで最も充実している男、このように身を取っています。24歳、海外の強豪とはベッカーとがこれが3度目であります。ニュージーランド、オランダ、そして3度目ベッカーとの対決、初来日であります。さて山木さん、はい、このマシラス日本キックボクシング連盟は、ええ、大物を続々この呼んでおります。先ほどあのワールド組織にさらに拡大していくという話がありましたが、もう少し詳しく説明していただけますか。そうですね、これまでですね、
我々あの日本とタイですね、まあ、これを中心にずっとやってきたんですね、はい、まあ、今ではあのアメリカ韓国も交えてやってるんですが、特にあのヨーロッパですね、その中でもオランダフランス、まあ、こういうところを中心にですね、ドイツイギリス、まあ、あのこれらが非常にあの盛んになってたんですね、キックボクシングが、はい、で今ではあの南半球のですねオーストラリアニュージーランド、まあ、こういったところでもね非常に盛んになってきてるんですね。ああそうですか。ですから今後あの我々連盟としてはですね、はい、さらにソビエトも加えてですね、世界レベルでですねワールドマーシャルアーツキックボクシングっていうようなことで、はい、組織を作っていきたいと思ってます。なるほど。この国内におけるジム加盟も20をね優に超えておりますしね。そうです、まあ、その下にもですね、はい、空手の組織も随分ありますしね、選手の層というものがあのかなりもうあのできてきてますね。なるほど、それは楽しみです。工業的にも、日体投票決戦の第4弾が山木ジム6周年記念として、行われます。これはいつですか？5月の24日です、はい、そしてその興行にはイッソラーが来日、ノックビーの名前も上がっております。さあ注目の第1ラウンド、さあデッカーがあの時と同じようにブンチャイ戦と同じようにパンチを振るっていきます。左右のフック、ラモン・デッカーであります。さあ強豪を迎えましたラモン・デッカ ー、対戦相手が当初のこのブンチャイから変わりまして、デッカーでいきましょう。あとすごいエルボーだ、そしてパンチ、左右の連打、苦戦を強いられそうでありますが、そのあたり精神的にもこの動きにも感じられませんね。そうですね、はい、もうあのチャーリーというですねタイの現役のチャンピオンも KO で勝ってますから、はい、この辺はもう自信持ってですね、はい、やってますね。そうですね、そのデッカーへの声援も非常に多い、あのブンチャイ戦激闘を思い出します。昨年の12月日本のファンのハートを完全に掴んだようでありますラモン・デッカーであります。さあそのデッカーも昨年4月ルンピニージュニアライト級チャンピオンチャーリーをオランダで KO、 そして、ルンピニージュニアフィザー級チャンピオンスーパーレックとも激闘、これはムエタイ史に残る激闘でした。そしてルンピニーライト級チャンピオンイッサラーとも互角の戦いを見せております。そしてこの前のブンチャイとの激闘、すごい対決になりました。背中黒いトランクスがワンツーからローデッカーであります。まあオランダ勢が今日このねあの VTR 見ていただくと分かるように、2連敗してますんでね、これ鳥ですからね。そうです、はい、まあ、ラモンデッカーあのかなり自信を持って今回挑んでますんで、はい、いい試合やってくれると思います。そうですね、右のエルボー行きました、ラモンデッカーであります。大旋風をとにかく起こしましたこの日本でのラモンデッカー。こちらのセンチャンの多いは初来日であります。左のミドル、相手をちょっと伺っているという感じでしょうか。そうですね、ガードを固めております。センチャンの多い、しかし先ほどこのあのデッカーが見せましたこの思い切りの良さっていうのは、この日本のヤングキックボクサーたちも見習うべきですね。そうですね、このデッカーにかなり影響を受けた、まあ室戸もそうです、このデッカーに右のストレート影響されてこのウェイトリーニングが始めました。右から左、ラモンデッカーです。あの時あたりもね、このデッカーの、ファイトにかなりフェザー級チャンピオンのバンタム級チャンピオンの影響を受けたようですね。そうですね、前回あのラモンデッカーがいい試合やりましたんでね、はい、タイ人以外でもですねタイの一流選手と互角に戦えるんだというのをですね、目の当たりにしてかなりあのいい刺激になったと思います。そうですよね、そこからこのデッカーあのラウンドの間に1回か2回、まあ、パンチをまとめてしますがこれだっていうのをこう作るっていうのが必要だというのを我々に教えてくれましたよね。そうですね、まあ、しかしあの今日これやってます、はい、あの先手のですね、もう実力ナンバーワンと言っていいですよね。本当ですね、膝いきます。そしてボディーブロー、ムエタイではこの1、2ラウンド見ていくのが定石ですね。そうです、はい、正という感じがいたします。どうよりも正という感じがします、このセンチャンの一方どうという感じがします。正とどう、ラモンデッカーデカの右パンチを滑る、これ第1ラウンド終了であります。しかし今のパンチ、この両腕であのセンチャーの上ブロックしてますね。よくあのラモンデカのパンチをですねブロックしてますね。この鉄壁のガードと申し上げていいんでしょう、このラモンデカのパンチをガードしておりましたセンチャーノイ、見応えのある第1ラウンドでありました。このしかしセンチャーノイですけれども、デカの突進をどうなんでしょう、さりげなくこうさばいてるという感じがしますね。これも一流選手のですね、はい、あの条件だと思うんですが、高度なテクニックですね、これをさりげなくできるっていう、はい、まあ、すごい選手だと思いますよ。ラモンデカ84年にアマチュアボクシングを始めました。15歳でデビュー、出身地ブレーダの高校卒業後2年間料理学校に通って、その後デビューをいたしました。メンホージムの所属、このメンホージムといいますのはルック・フレヘイヤー、
これはピータースミットを破り WKA 世界ジュニアライトヘビー級チャンピオン、現在スーパーライトヘビー級と合わせて2冠王でありますルック・フレヘイヤ、それからマイケル・リオファット、今日参加しましたけども一戦級が揃っている明豊ジムであります。その明豊ジムのトップがラモン・デッカーであります。さあラモン・デッカーどういう攻めを見せますか。右の背を行きました。この明豊ジムのコー・ヘマース会長がこの義理のラモン・デッカーのお父さんにあたります。オランダの78キロ級チャンピオンでもありました。弟のこのカール・デッカー、弟のボクサーなんですね。キックそうですね、はい、そう選手ですよ。17歳です。アマチュアボクシングのジュニアクライチャンピオンにもなっています。デッカーの彼女もキックボクサーっていうじゃないですか。そうですね、そういう環境で、頑張っております、ラモン・デッカー。オランダ今日はそこにやってますね。逃げ回っていますラモン・デッカーです。センチェンノイ、バラミの強豪、左のミドルを出していきます。非常にこのオールラウンドの選手という感じがしますね。そうですね、パンチと蹴りとうまいコンビネーションで、はい、やってますね。それからセンチャンノイ、今日はあっとパンチをよく出してますね。そうですね、普通ラモンデッカのですね、はい、パンチを警戒するためにですね、どうしてもパンチが出なかったんですね。なるほどね、センチャンノイはパンチを積極的に出してますんで、ブンチャイなんかそうでしたよね。そうですね、まあ、デッカもこう攻撃一辺倒のところがたまにありますんで、そうですね、意外とこの辺りジャンボ先生、はい、先手のようなパンチがラモンデッカーの顔を的確に捉えているじゃないですか。そうですね、時折この素晴らしいカウンターを取っていきますセンチャンノイ。左ストレートがちょうどまっすぐ入る形になりますね、はい、それとまた呼吸の良いですね左のミドルキックですね、これ上下の使い分け非常に良いですね、はい、前進するセンチアンノール、まあ、このムエタイの基本というのがこうカウンターですよね、ドアに来るところにパンチを打っていきましたセンチアンノール。これはバランスを崩していますラモンデッカーです、まあ、このパンチがここに入ってきますとデッカーがガードに気を取られますので、膝打つチャンスですよ ね、 そうですね、あるいはミドルを打つことができます。センチアンノール、ロープに詰まる、あっと左のストレート、そして膝、ガードがちょっと空いたところへ膝を持っていきました。あんまりデッカーもパンチを警戒しますと蹴りをもらってしまいますね。そうですね、この辺り非常に向いていたのはリズムですね。リズムですね、パンチかと思えば蹴りが出るし、はい、蹴りかと思えばパンチが出るし、その辺もまた使い分けが非常に先手の上手ですね。はい、左のミドルを捉えた、スペシャルが続きます、パンチをまとめるラモンデッカーです。やはりどうなんでしょうか、ある人に言わせますとね、この動きを察知するのに目を見ると思いますし、ある人はこのお腹の筋肉の動きを見ると言いますね、まあ、その選手によって違うと思うんですが、まあ、大体はこれ目を見るんですね。あは、そしてまたそれは子供の頃から培っているわけですね。そうです、見事なカウンター戦法を見せましたこのセンチアンノアであります。目がいいですね、肘あるいは膝、こういったもののコンビネーションをいかんなく競っております。センチアンノイであります。しかし山木さんね、このセンチアンノイぐらいになりますと、このデッカーのパンチをですね、ま、いわゆる相手の持ち味を殺すということができるんですね。そうですね。ラモンデッカー非常にパンチが強いですし、はい、しかもパンチのダッシュですね、畳みかけてきますんで、まあ、波の選手でしたらですね、はい、もうダッシュに負けてしまうんですね。しかしデッカーを取りましても、今回ジャッジはですね、今リングサイドに移りましたが、日本勢なんですね。そうです、キックルールでやってますんでね、はい、前回はブンチャイとの一戦はムエタイルールで、まあ、蹴りのポイントが少なくてパンチとデッカーにとっては不利でした。そうですね、今回はじゃチャンスですね、チャンスですね、判定に行きましてもね、デッカーは非常に有利になると思います、はい、さあそのラモンデッカーであります。昨年は10試合を消化、いずれもビッグマッチでした。相手の大半がムエタイランカーでした。ムエタイの戦い方も十分分かってきていると思います。それから山木さん、昨年はラジャラムランにも白人のフランスのランカーが誕生したんでしょうですね。オランダのラモンデッカーも負けていられません。左のミドルからワントゥーを打っていく、相手をよく見ているこのセンチャンノイであります。さあデッカー、センチャンノイの肘膝が飛んでまいりますが、とにかく打ちまくる戦法へを取るのかどうか、逆に左のストレートがまっすぐ当たります。センチャンノイであります。
センチャブのガード崩せませんか、山崎さん。そうですね、なんか余裕を持ってですね、ラモンデッカの攻撃をなんか、うん、見えるようですね。そうですね、このパンチを封じられますとデッカーとしてはこのいわゆるあのメリハリの作るサイドが、ね、できなくなりますね。さあ手数がちょっと減ってきました。ラモンデッカー、デッカーの蹴りに合わせてパンチを逆に打っていきました。このセンチャンノイであります。デッカーの先方ね、逆にお株を奪ってるわけですからね、うん、そして左ミドルを打っていきます。フロントキック、左ミドル、もう一回左ミドル、あのランボーのですね、さっきの試合ですけども、あの右のミドルによって山崎はあの試合後ですね、腕が上がらなかったんですよ。やはりこのミドルってのはやっぱり存在化していますか。そうですね、特にあの相手がパンチの選手ですよね、はい、非常に効果があるところです。はい、いやー、しかしまだ見ぬ強豪のこのセンチャンノイ、なかなか隙がありません、厄介な選手です。デッカーとしても反撃の手口が見つけにくいでしょうね。そうですね、デッカーのパンチの攻撃をですね、はい、なんか余裕を持ってですねディフェンスしているようですね。ロープに詰めて膝を持っていくのはセンチャンノイであります。デッカーがちょっとこのところロープに追い込まれるシーンが多くなりました。ワンツーからロー返していくデッカーになります。あ、パンチを持っていった、しかしガードしています。センチャンノイ、どうしてもデッカーパンチを集めるんですが部分的に部分的に単発になってしまう。そこへ肘が行く。センチャンノイです。さりげなくすごいテクニックを出してまいります。センチャンノイ、オーランドプレイヤーのセンチャンノイです。これがルンピニーのトップの力、申し上げてもよろしいでしょう。コーナーやロープに追い詰めて肘などの連打で追い詰めております。飛び込むことができません。やっぱり怖いんでしょうかね。そうですね、ここで、はい、ラモンデッカも非常にですね、パンチも強いんですけども、はい、蹴りも強いんですね。はは、非常に基礎体力ありますので、体をの乗っけたですね、はい、パンチといい蹴りといい非常にパワーがあるんですが、はい、それをうまく、トキ選手がですね、あのミドルローを受けた時に、あのミドルを受けて背中が耳すばらになっていましたよね、それからローもあのカットしようとするときにはもう足が下に降りている、こういうコメントを残しておりました。非常にやはり威力があるわけですね。ですなるほど。さてこのデッカーあるいはセンチャンノイと言いますと、やはりこの人の名前出さないわけにはいけません。ルンピニラジキューチャンピオンのイッサラーサクリーン、山崎さん、これがあの次の、ね、5月の紅葉に来るんですね。そうです、あのライト級の現役のチャンピオンですね、はい、ルンピニの2月の最高試合賞最優秀選手にもなっています、このイッサラーサクリーン。まあ、この11月にデッカーはイッサラと対決したんですが、その時には減量が失敗しまして、惜しくも惜敗をしてしまいました。デッカールンピニーのチャンピオンになりたいというデッカー、オランダ人初めてのルンピニー、あっとこれはスリップです。オランダ人初めてのチャンピオンを目指したいというこのデッカー、サクリーン、デッカー、そしてセンチアンノイ、重量級は山崎さん面白くなりそうですね。左のミドル、ミドルを受けてバランスを崩す場面が多くなりました。山崎さん、そうですね、あのラモンデッカーのですね、はい、得意のパンチ攻撃、これがなんか思うようにいかないですね。そうですね、非常にあの先手のリズムな攻撃だと思いますよ、はい、離れてですね前蹴り、そしてあの、ミドルキックですね、はい、それとあの左のストレートで接近戦であの肘と膝ですね、あ、行きましたね、あのコンビネーション、はい、まあ、実にこのリズムで非常にうまいあのテクニックを出してますね。なるほど、まあ、この3回4回あたりがこのムエタイのポイントの稼ぎどころと、そしてグラウンドではそのポイントを守る、まあ、格がありますので、その辺実にうまく計算してますよね。そうですね、非常に冷静な試合運びだと思います、はい。まあ、このセンチャンノイですけれども、デッドリーキッサー、死のキスマと呼ばれているでしょう。これはどういうことですか。なんかあの試合の時にですね、やったと起訴するんで、まあ、そういうニックネームがついているらしいですね。ああ、そうなんですか。今日は、まあ、もちろん勝った時なんでしょうけれどもね、そういうのが見られるかどうか、このセンチャンノイであります。左のミドル、おっとデッカーも、あ、重いですね、やはり ね、 そうですね、キックがね、なかなかパワーあると思いますよ。あと今度は太ももの内側を狙いました。あれ外の内側どっちが効くんですか。いや、それはもうどちらでも効きます。あ、そうですか。
基本的な相撲をしてしまいました。ミドルの連打、センチャンノーイ。日本選手の場合はああいう連打をミドルは出るんですけども、なかなかこう連打で打つのはまだまだこの練習が必要なようですね。飛び込みません、ダモンデッカーです。山下さん、どうでしょうか、ムエタイ独特のリズムにこういつの間にかいつの間にかこう引き込まれて自分の戦い方ができない。そうですね、過去多くの選手がそうでしたね。もうラモンデッカーも全くその自分の攻撃ができないですね、はい。でもデッカーの言ってるムエタイに勝つにはパンチで行くんだ、ムエタイに合わせたらダメだ、これも一理ありますね。その通りだと思いますよ、はい。しかしそのパンチを封じている、逆にパンチを出していくこのセンチアンノイであります。長いリーチを生かしまして右のストレート転生します。そしてフロントキック、このミドルを出していきますと、もうデッカー交代してしまいますからね。そうですね、あのパンチをですね、はい、デッカーのパンチにですね、綺麗にこの蹴り、または膝ですね、はい、合わせてますね。そうですね、さあデッカー最後の第4ラウンド、第5ラウンド終盤どういう挽回を見せますか。ガードを構えると左の ミドルが来ます。そしてご覧のように膝が来ます。ガードが下がるとパンチが来ます。あっと今やりましたね、今まだ第4ラウンドですけども、あ、勝利を確信したんでしょうか。なんか余裕を持ったようですね。デッカーの方も今驚いてましたけど、いやしかしこれはやられた方には屈辱的ですね。まあそうでしょうね、そのラモンデッカーであります。このデッカーのファイトぶりに日本の選手たちが非常にこの影響を受けまして、室戸はウェイトトレーニングを始めました。時井俊之はムエタイになれないとダメだ、オランダはタイといつもやるから強くなっていくんだ、この日本のこれからの在り方を先ほど山木さんの方からその方針説明ありましたけども、どんどん世界と交流していく必要なんでしょう ね、積極的にやるしかないと思いますね、はい。まあ、タイ人でなくてもムエタイに対抗できるというところを見せたのがこのラモンデッカーであります。これから第5ラウンドに進んでまいります。それから日本帰りが今この子非常に好調で、チャンプはドイツで勝ちました。ノックインも勝っています。ナンポンもフェザー級チャンピオンに勝っています。ランボー、ペッダム、オーレイといったところも勝ち進んでいます。まあ、彼らのファイトは第1弾の VTR も発売されておりますので、どうぞそちらをご覧いただきたいと思います。日本帰り頑張ってるんですよ ね、そういう情報を聞くと非常に嬉しくなります。さあ最終ラウンドです。第5ラウンド、相変わらずこの左のミドルが飛んでいきます。センチアンノーイ、センチアンノーイはもうこのムエタイユンの戦いからいきますと無理はしなくていいわけですね。まあそうですね、はい、落ち着いた、まあ、しかしあの積極的に、はい、あの先手のように攻めてますんで、あとバランスを崩しています。このデッカーの威力のある蹴り、あるいはパンチの連打に持っていくことができるかどうか。山下さん、これも KO しかありませんね。そうですね、あのラモンデッカー勝つしたら KO しかないですね。まあ、ただしですね、はい、もうこの先手のようにこの、試合運び見てますとですね、はい、なんか隙がないって感じですね。センチャンノーイの成績発掘ぶりってのはどうなんですか。いや、非常におとなしくですね、真面目で、はい、もう目立たないって感じですね。デッカーがこの表に闘志を表すタイプとしたら、このセンチャンノーイの方は静かに内に秘めるタイプという感じですかね。対照的だと思いますね、はい。非常にあの試合見てても分かりますよね、冷静な試合運びだと思いますよ、はい。もう計算し尽くされたような、はい、あのパンチと蹴りですね、コンビネーション、接近戦で肘と膝のコンビネーション、はい、もう教科書のような、あの試合だと思いますよ。なるほど。さあラモンデッカー、このままですと、まあ、言葉は悪いんですが、山木さん、自分のキックがさせてもらえないまま終わってしまったり不安が残るでしょうね。そうですね、焦ってるんじゃないですか。みんなエルボー左、首相撲で捕まえてエルボー、センチャンノーイ、相手のペースを完全には捕ませません。センチャンノーイ第1ラウンドからそうでした。パンチをまとめるのはデッカー。このセンチャンノーイを破るにはデッカーとしては接触戦を考えた場合、より以上のパワーということになりますか。そうですね、またあの攻撃の組み立て方ですね、これをまたあのいろんな方向で考えていかなきゃいけないと思いますね。なるほど、さあ大詰めを迎えました。最終ラウンド第5ラウンド、逆転一発 KO、 必殺の左右の腹はあるか。ラモンデッカー、オランダ黒いトランクス、右の牌を飛ばしていった、この辺りガードを下ろして
相手を反っている感じだ。余裕のセンチアンノーイであります。右から左センチアンノーイ、パンチアート一角だ。そしてミドル、レッカーのハイはこれを外しております。なかなか得意のパンチに持ち込むことができないこのミドル。そして肘が飛んでまいります。ここで試合終了。最後センチアンノーイの、これはいかんと申し上がったいレッカーであります。健闘を称えるこのセンチアンノーイのキスでありますが、いやー山木さん、って感じてみれば悔しいです。まだ判定出てませんが一戦になりそうですね。そうですね、デッカーとしては非常に節約というですね、試合だったですね。はい、まあこのセンチアンノーイに対しましたラモンデッカー、まあこの世紀の強豪を迎えたわけでありますが、今回の山木さんコンディションが良かないとちょっとかなり悪かったことがあったんですね。そうですね、それもまあいくらがあると思いますよね。それにしましてもですね、やはり先手の上手さですね。やはりそのセンチアンノイがグラウンド判定勝ちコールを受けております。デッカー言ってますが距離が向こうのものだと、それからやはりこの時差的な問題があったんでしょうか。得意のフックの連打がちょっと正確さいつものなかったですね。まあ、オランダ勢はこれで総崩れということになってしまったんですが、まあ、それだけ山木さんムエタイの強さ、このルンペにトップの力の強さを見せてくれましたね。そうですね、いかんなく発揮してくれております。はい、山木さんも今お話ですけれども、これからが楽しみな選手ですね。そうですね、これからもやっぱり先輩のような選手ですね。日本で、はい、試合やらせたいですね。まあ、しかしながらこの先輩の話してますが、デッカーのパンチは非常に強烈だった。夜頭痛がして眠れなかった。ボディーブローを受けて食事が取れなかった。それから蹴りの強さでブロックがした腕が痛いというふうに、これもやはりデッカーはそれだけ脅威な相手だったということになりますね。Technique au corps et au visage, on peut saisir l'adversaire, le projeter, lui donner des coups de genou et dans les règles asiatiques, lui donner des coups de coude. Ramon Dekkers en culotte noire, Cobal en culotte blanche. Palmarès impressionnant, ça veut dire 32 victoires pour Ramon Dekkers, une défaite seulement et surtout 27 KO.Pour Cobal, c'est encore plus fort. 90 victoires et 2 nuls, dont 30 victoires par KO. Voilà la puissance de Dekkers, on nous avait prévenu. Observation, mais quand ça part, ça fait mal.Ramon Dekkers est réputé pour ne jamais donner le loisir à son adversaire de faire un round d'observation. Il attaque toujours très fort à la première reprise. Et tous les coups portés arrivent.Les deux boxeurs ont bien entendu l'habitude de s'affronter dans les règles de la box style, mais ce soir c'est en kickboxing et on peut s'attendre à beaucoup d'échanges à mi-distance puisqu'il n'y a ni projection ni saisie autorisée.Superbe assise de la part des deux boxeurs et tous les coups sont portés avec une incroyable puissance. Championnat du monde disputé en 11 minutes et vous avez vu ce que vous avez fait. Cheval sur la main.Prévenu, c'était sûr qu'il y allait avoir du spectacle et Ramon Dekkers n'est certainement pas en mesure d'arrêter de continuer le combat. Voilà
arrêt de l'arbitre et c'est Cobal qui devient champion du monde des super légers de kickboxing. Impressionnant Jean-Paul. Tout à fait impressionnant pour Cobal. C'est vraiment une revanche extraordinaire, bien qu'il n'ait jamais rencontré Descartes jusqu'à présent. Descartes qui avait mis KO sur un même crochet gauche son ami Chéri le Thaïlandais. Et bien cette fois Cobal a vengé son ami. Ouais, on revoit parfaitement ce crochet gauche porté avec toute la puissance du corps. Un crochet gauche auquel il fallait s'attendre puisque Cobal le préparait depuis le départ du combat et qu'il a porté donc avec tout le poids de son corps. Et victoire expéditive donc de Cobal, surnommé la foudre, on ne le dira jamais assez, face à Ramon Dekkers, Cobal, nouveau champion du monde des super légers version kickboxing. ผู้มีเกียรติและการมวยที่เคารพรายการชกมวยในวันนี้สนามมวยเวทีลุมพินีร่วมกับสมาคมมวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยและโปรโมเตอร์ผู้จัดรายการศึกวันทรงไทยจะมอบเงินส่วนหนึ่งเป็นสวัสดิการแก่หมู่บ้านนักรบไทยจังหวัดอุบลราชธานีและเพื่อเป็นเกียรติขอเรียนเชิญพลตรีเชษฐาฐานาจโรร้องแม่ทัพกองทัพภาคที่หนึ่งและนายกสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับพลตรีชลอคงสุวรรณในสนามมวยเวทีครับนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมมวยไทยอาชีพและนายทรงชัยกัตนาสุบรรณโปรโมเตอร์จัดรายการในวันนี้นะครับกรุณาปรบมือนะครับสำหรับเงินที่มอบในวันนี้สามวยเวทีลุมพินีมอบเงินจำนวน 100,000 บาทนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์ 200,000 บาทกรรมการบริหารสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย 150,000 บาทนายสมชัยราชสุบรรณ 200,000 บาทและเวทีลุมพินีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคุณสิทธิชาติบุญมานนท์ผู้แทนไทยทีวีสีช่อง3จะขึ้นมอบพวงมาลัยกับนักมวยคู่นี้เลยครับขอเรียนเชิญครับที่หนึ่งของมวยคู่ที่สองราวันของ the second evenThank you.
ยกที่หนึ่งหรือที่สามรางวัลประธานสภาYeah.
ที่2ท่านครับThank you.
Thank you.
final round of the first round. เป็นเด็กเซอร์เด็กเด็กนักเซอร์เด็กคนหนึ่งคนกันน้อยสองคนใช่